さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あってよかった、いつもの場所に。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月6日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は163メートル68。おとついと比べると2センチの下げですから、ほぼ変わらずです。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の昼3時の時点で上流の観測所の流入は毎秒5620立方メートルで、三峡ダムは毎秒7100立方メートル。このためダムの直近と南側の川で増水した分の合計は毎秒1480立方メートルと推測されます。おとついと比べて三峡ダムへの流入はマイナスの100であるものの、比較的多い水準となっています。一方、今朝8時の放流量は毎秒6850立方メートル。2割程度の発電状況となり、7基前後の発電用の水車が稼働しているのではないかと推測されます。おとついの同じ時間帯と比べると、放流量はほぼ同じです。中国湖南省水門局の発表データを確認します。三峡ダムの流入や放流、水位情報を示したグラフです。まずは黒のラインで示す放流量について、先月末には不穏な動きがあったものの、直近では安定運転となっています。改めて、あれは何だったのか気になるところ。緑のラインの流入量はここのところ多めとなっており、以前と比べると高い水準が継続中。一方で、水位の方はここのところ安定しているようです。三峡ダムへの流入量が増える原因として考えられるのは、ダム周辺とその上流で大雨が降った場合。これはデータにすぐ現れるので分かりやすいですね。次に、上流のダムで放流量をアップした場合で、このケースは観測データに反映されるまでに時間がかかるのと、じわじわ増えるのでなかなか判別が難しいところ。最後に、チベットなど最上流での融雪、つまり雪が溶け出し、川の水がかさ上げされるケース。他にもいろいろあるでしょうが、主だったところで言うとこの3つになるのではないかと。今の時期なのでさすがに雪解けはないでしょうから、増水するとしたら1番か2番。それほど雨が降ったわけでもないので、直近の流入量の高止まりを見ると、2番の可能性も考えられます。西庵チャンネル。さて、ネットで話題となっているのですが、中国のある場所で洪水が発生していたというのをご存知でしょうか。青海省で10日以上雨が降り続き、水害が発生、多数の死傷者が出たとの情報がネットで拡散。官製メディアは2日、湖の水位が上昇し、水門が破損して洪水が起きたということのようですが、詳細なことまではわかりません。そもそも青海省ってどこやねんという話で、場所で言うとこの辺り。そこには、青海湖というとんでもなく大きな湖があるようです。この縮尺でこれだけの大きさですから相当なもの。その湖の水位が上昇するということは、降った雨の量が半端なかったのではないかと。さらに、人工的に作った水門が壊れたとなると被害も大きくなると想像できます。しかし公式メディアは、死傷者発生を否定。隠蔽体質のあちらさんですから、実態は闇の中、ということでしょうか。天気予報サービスのウィンディーで、12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の夜7時までの状況。ダム周辺とその上流での雨はほとんど見られません。一方で、長江の下流の南側で、次々と雨雲が湧き立つ様子があり、これらの雲は日本にまで流れてきます。次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。ダム周辺とその上流ではうっすらと雨雲がかかるものの、それほど大きな影響はなさそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が13度、最低気温が8度で、曇りの予報。前回同様、最低気温の方が、だいぶ高くなりましたね。春先となり、華南、つまり中国南部で雨雲が広がるようになってきました。
番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、首相会見中止、異例の対応に批判が、中国外務省、情報は十分提供していると反発、TBS ニュースディグが伝えています。記事によると、中国の全人代、全国人民代表大会で毎年恒例だった首相会見が、今年から取りやめになり、批判の声が上がっていることについて、中国外務省の報道官は、十分に情報提供していると反発。中国では5日から全人代が開幕しますが、今年から恒例の首相会見を行わないことが前日に発表され、情報公開に後ろ向きだとの批判が出ています。政府高官に対する取材機会がほとんどない中国で、首相会見は外国の記者も質問機会が与えられる数少ない場所でしたが、会見がなくなることで、中国の指導者の肉声が国外に伝えられる機会がますます失われるのでは、と懸念されています。以上、中国、首相会見中止、異例の対応に批判が、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少し。確か、慣例、恒例というのを重視する社会のはずですが、こと都合の悪いこととなると、あっさり変更することにしたようです。李克強が生きていれば、こんなことにはならなかったでしょう。中国では、権力のナンバーワンとナンバーツーが、常に緊張状態にあるからこそ、なんとかバランスが保たれていた過去がありますが、今やナンバーツーの立場にいるべき首相が、かつての部下ですから、もう、ペイさん一強状態。現在の李強首相は、あの上海ロックダウンの主導者。大した実績のない現首相が、外国人記者にベラベラと喋るとボロが出るのでやめにしたのか、それとも良い材料はもうないので、話す必要もないと判断したのか。今年に入って経済が絶好調というのならば、堂々と記者の質問に答えたらいいのに、そうしないということは自ら経済は不況、ということをさらけ出すことに。いずれにしても、後ろ向きな対応となり、火に油を注ぐ状態。これに反応したのか、昨日の香港の株価は朝からだだ下がり。本土の上海市場に動きはなかったようですが、香港における外資の目はかなり厳しいようですね。日本の気象状況について確認します。こちらは今朝7時までのレーダーの実績。久しぶりに、九州から関東にかけて、結構強めに降ったのではないでしょうか。去年から渇水が続いていますが、ダムの貯水率が低いところも、これで少しは改善されるかもしれません。昨日の時点で琵琶湖の水位はマイナス30センチ、おとついよりも3センチ上昇、一時期、マイナス80センチまで行きましたから、それから比べるとだいぶ改善されてきました。さて、宣伝となり大変恐縮なのですが、ダム探訪、電車と徒歩で行く、というチャンネルも現在運営しています。おかげさまで、登録いただいた方が1900名を超えました。日本のダムや滝、それに水辺などを訪問して、その魅力をお伝えしていますので、ご興味のある方は、概要欄のリンクから遊びに来てください。西安ツーリストです。三峡ダムの役割の一つに、集運、つまり船による輸送というのがあります。上流側と下流側の水位差が115メートルあり、大きな船を通過させるためには、閘門といって、三峡ダムの場合5段式のプールがあります。船を1段ずつ上げたり下げたりすることにより、下流から上流へ、あるいはその逆の航行が可能となります。2003年から一般船舶に開放されて、もう20年。年々取り扱う貨物量が増えている、ということを官製メディアは最近、やたら強調しています。少し前までは、ダムの発電量が世界一だと、誇らしげに報じていたものの、2022年は記録的な干ばつだったため、その話題は使えなくなったので、今度は船の件で、話題作りに必死のパッチ状態。日本の河川では、なかなか船による輸送となるとピンとこないかもしれませんが、あちらは新車の輸送など、結構手広くやっているようです。そのため、三峡ダムでは水位の下限を145メートルに設定し、上流の重慶市まで大きな船が行き交うことができるようにしています。逆に言うと、洪水の準備だからといって、145メートルより下に下げることはできません。水力発電もやりながら船の通行も配慮し、さらに洪水調節までする多目的ダムですから、その分いろいろ縛りがあるようですね。ここまでご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。なんか、もう一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube のロジック的に、グッドでもバッドでも、アクションがあるのが良しとされるようです。
お手数ではありますが、どちらでも結構ですので一手間いただけると幸いです。引き続き最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。